こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけども、このジャケットはもう皆さんご存知と思います。世界的にも有名なイギリスを代表する名門ブランド、バブアーからビデイルワックスジャケット、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。このバブアーのジャケットが誕生したのは、今から128年前、1894年にイギリスで誕生いたします。イギリスの北東部にサウスシールズという、場所があるわけですけども、そこでこのジャケットが誕生するわけですが、もともとそのサウスシールズで働く漁師さんとか港湾労働者の方の、こういったジャケットになるわけです。このバブアーのジャケットの特徴というのは、いわゆるワックスジャケット。こういったジャケットにワックスを染み込ませて、そして雨風を防ぐということなんですね。そのサウスシールズというところは非常にその厳しい自然条件のところなんですよね。冷たい雨が降ってきて、そしてさらに北からの冷たい風が吹いていくという非常に条件の厳しいところなんですけども、そこで働く人のためにこのワックスを塗り込んで、いわゆるその防水ですね、水を防ぐ、そして暴風風を防ぐ、そういったジャケットが生まれたのがもう120年以上も前のことなんですね。そういう古い歴史があるということなんです。それからイギリス全土に広がっていくわけですけども、今度はそのイギリスの海軍がこのバブアーのジャケットを採用を始めるんですね。第二次世界大戦の時にはこのバブアーのジャケットが正式採用されて支給されたと言われている、そういうふうにイギリス海軍も認めたというのがこのバブアーのジャケットになるわけです。イギリス元よりヨーロッパに広がっていくんですけども、全世界に広まっていったというね、このバブアーのジャケットが一つの称号を与えられるんですね。それはイギリス王室御用達という称号が与えられたんですね。その与えられたのも一人だけではなくて、3人の方からこのバブアーのジャケットは称号を与えられた。いわゆるロイヤルワラントと言いますけども、イギリス王室御用達という称号を与えたのが、一番最初はエジンバラ公、それからあの有名なエリザベス女王、それからチャールズ皇太子というふうに3人の方がこのバブアーのジャケットを認めたということなんですね。イギリスを代表するジャケットということを全世界に知らしめたというのがこのバブアーのジャケットになるわけです。そのバブアーから、まあ、代表的な形、このビデイルワックスジャケット、こちらをね、簡単に紹介していきたいというふうに思っています。まずこの表面がこういった表面になっているんですね。やはり先ほど言ったワックスジャケット、ワックスが染み込ませてあるんですけども、これ触ってみると、やっぱりね、こうやってベトベトします。だけども、あまりベトつかないようにはなっています。ただ、やっぱりワックスが入っているんで、触ってみると少しベトベトはしますよね。匂いですけども、昔のそのバブアというのは、そのバブアを着た人は通るだけでわかるというふうに言われていたんですね。その匂いきつかったんですけども、最近のこのワックスジャケットはもうほとんど匂いもつかないということで、そこもやっぱり進化をしています。で、この形ですけども、これがビデイルっていうね、そのバブアの中でも定番中の定番の形がこのタイプになります。このビデイルってもともとその乗馬用、馬に乗るためのジャケットとして作られているんですね。で、細かいところを見ていくと、まずこの襟の部分がコーデュロイ、温かみのあるコーデュロイ素材で作られています。で、ジッパーを見ていくと、ジッパーがこういう風なジッパーですね。こういう風なジッパーになります。このセージグリーンにはゴールドのジッパーですね。ジッパーも丸い取っ手があるこういう風な大きめのジッパーになっている。これはグローブを仕立てても開閉できるようにということで大きくなっていますね。そしてこの内側はやはりこのね、イギリス代表するタータンチェックで施されているという、こういった柄です。この柄もこのバブアーだけのオリジナルのタータンチェックの柄がこういう風に作られていますね。下の方を見て、ここには、こういう風なフラップ付きのポケット、バチのあるポケットが付いています。この両サイドが付いていますね。そしてここにはハンドウォーマーポケット、こういう風にハンドウォーマー、手を温めるポケットがこういう風に付いていますね。実際にちょっと私がこれを試着をして、それからさらに詳しいことをね、紹介したいと思っています。私、身長168センチ、60キロの体型で、これ36という S サイズを今から着てみて、またさらにね、詳しいことを紹介したいと思います。私の体型でこれ36でジャストサイズね、これぐらいの大きさになります。で、先ほど言いました、そのハンドウォーマーポケットがここにありますので、こういうふうにね、手を温めるようになっています。こういったものになっていますね。そして裏地が先ほど言ったそのタータンチェックになっているということと、襟がこういうふうに太めのコーデュロイ素材になっている。非常に温かみのあるタイプです。で、さらに寒くなってくると、この襟を立ててもらって、こういうふうにチンストラップがありますので、チンストラップを止めると、こういうふうに冷たい風を遮断してくれる、こういった形になっていますね。本当に寒い時はこういうふうにしてもらえれば、風を防ぐことができるということですね。そして袖のところを見ていくと、袖のところにはこういうふうにリブになっています。リブになっていることで、冷たい風がここから入らないように、こういうふうにリブが付けられているんですね。今私こういうふうにシャツを着て、ちょっと厚手のセーターを着てますけども、これで私がこれ36っていうサイズを着て、まだ中は少し余裕があるぐらいの大きさですね。こういうふうにあります。
36という S サイズですけども、日本のサイズバランスでいうと大体 M サイズぐらいではないかというふうに思います。こういった話ですね。そして先ほども、ね、乗馬用のジャケットとして作られたんで、サイドベンツ、ここにね、これ横にこういうふうに広がるようになっていて、馬に乗った時でもここが形が崩れないようにということで、こういうふうにサイドベンツになってますね。それでは立体的にどういうふうに見えるのか、全体にどういった雰囲気で見えるのか見てほしいというふうに思います。私身長168センチ、6次元の体型で、今から36という S サイズを着ています。そしてまたこの商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はイギリスを代表する名門ブランドバブアーからビデールワックスジャケット、こちらを今回は紹介していきました。